サージョン・シルベスター C1815 ジョン・シルベスターは、イギリスの法律家、弁護士で、1790年から1803年まで、ロンドン特任裁判官、1803年から1822年の死去まで、イングランド及び、ウェールズ中央刑事裁判所で、彼はオーストリア継承戦争の間、カンバーランド港の下、従軍した。年、歳の時、 マーチャント・テイラーズ・スクールに入学。この時の校長は劇作家のジェームズ・タウンリー牧師で、その教育方針から演劇活動に参加し、1761年にはを、音影の役を演じた。1764年に、オックスフォード大学セント・ジョンズ・カレッジに入学。1771年に学士号を取得後、イングランド及び、ウェールズ中央刑事裁判所で、 法廷弁護士として活動を始める。コモンロー裁判所に所属し、1790年にロンドン特任裁判官に選出された。1803年にジョン・ウィリアム・ローズ教の死に伴い、オールドベリーの上級裁判官に任命される。辛口で厳格な裁判官として知られた。1780年に王立教会フェローに選出。1804年に ロンドン高校協会フェロー、ロンドン市サザーク区のスチュワード職に任命される。ロンドン市中立裁判所長官。1814年に順断尺に、助尺。1818 18年に、オックスフォード大学の民法学博士。シルベスタは二度結婚したが、子はなかった。1822年の彼の死により尺位は、彼の老い、フィリップ・シルベスタ海軍隊員に継承された。 彼の遺体は、ブルームズベリースクウェアの自宅から、エセックス・チングフォードのオールセイント教会に運ばれ、家族と共に埋葬された。彼の胸像が、ロバート・ウィリアム・シュビエーにより制作され、オールド・ベーリーに展示された後、マンションハウスに移された。彼のレコーダー・オブ・ロンドンの役職は、ニューマン・ノーリーズにより承継された。ありがとうございます。